山口3区に立候補したのは届け出順に日本維新の会新人の伊藤博文さん55歳、自民党前職の林芳正さん63歳、共産党新人の吹上雅子さん69歳の3人です。日本の未来を切り開いた伊藤博文、初代内閣総理大臣と同じ名前、伊藤博文は本名でございます。日本維新の会新人の伊藤博文さん55歳、自身と同じ名前の初代内閣総理大臣伊藤博文にゆかりのある萩市の松陰神社から選挙戦をスタートしました。福岡市出身の伊藤さんは専門学校を卒業後、民間企業で勤務、参議院議員の秘書などを経て去年の福岡県議選に出馬し落選していますが、維新帯同の地から再び政治を変えるとして今回の選挙に立候補しました。子供や孫世代のために政治家がぬるま湯に使っていたのでは改革はできません。平等な学ぶ機会が必要とし、所得制限のない教育無償化など教育改革の実現を最も訴えています。かつての明治維新のように、すべての子どもたちが学ぶことから力をつけていったのが日本ですので、未来を担う若者たちが元気に強くなることで高齢者をしっかりと支えるような社会を作っていきたいと思っています。出身地の福岡県と山口県の連携による地域活性化、企業団体献金の廃止など政治改革も目指すとしています。政治に対してもう不信感とか諦めをすごく感じている方が多いなと思います。だからやっぱりその諦めずに、もう一度維新をもう一回原動力を再び取り戻すんだと、何かやってくれる伊藤博文っていうことで、ご期待をいただけるように頑張っていきたいと思います。選挙戦初日には選挙カーで山口3区内のすべての自治体を回った伊藤さん、人の集まる場所でビラ配りなどを積極的に行いました。おいしい食事ありがとうございます。ごちそうさまでした。力になったら、もう力になりました。はい、じゃあ頑張ってください。30日ぐらい戦います。12日間じゃない。伊藤博文、日本維新の会は企業団体、献金一切受け取っていません。かつての明治維新の志士たちのように、清らかな心、そういったクリーンなしがらみのない政治を目指してまいります。自民党前職の林芳正さん63歳は公示の日を東京で迎えました。山口県でもですね、この大きな災害、今までになかったような大雨等による災害が起きております。国土強靭化、これはソフト、ハード、両面においてですね、しっかりやっていく。林でございます。官房長官を務める林さんが選挙期間中に地元に戻ってくるのは難しいといいます。代わりに選挙区を回るのは妻の優子さん。林さんは前回の衆議院選挙で参議院議員から旧山口3区にくら替えし衆議院議員となりました。林芳正さんをまた舞台に上げていただくように心からお願いを申し上げまして、昨日下関市で開かれた総決起大会。下関市は林さんが高校時代まで過ごした場所です。区割りの変更に伴い下関市と長門市が3区の一部となり、林さんにとってはふるさとで戦う初めての衆議院選挙となります。国土強靭化や地域活性化を通じた少子化対策など3つの安心を訴えました。皆さんのなりわいがしっかりと回っていく、このことが地域の活性化につながり、そしてお金が落ちる仕組みを作って、そこに職場を作っていけば U ターンや I ターン、そういうことが起こっていく、そしてそれが長い目で見ると少子化対策につながっていく。また日本の平和のためには外交だけでなく防衛力も大事だと話します。外交をしっかりと力を尽くしてやっていく、
しかし私の経験からも、外交だけではなくて防衛力、それをしっかり持った上で外交をやるということが非常に効き目のある外交になると、まさに防衛と外交の車の両輪でもって日本の平和、世界の平和を守っていく。頑張ろう、頑張ろう。ありがとうございました。日本共産党の新人、吹上雅子さん69歳。島根県出身の吹上さんは下関市など県内の中学校で37年間教員を務めてきました。教員として長年反戦の立場を貫き、若者が希望を持って生きていける社会にしていきたいと訴えます。教え子を再び戦場に送らない、子どもたちに平和な未来を手渡したい、この願いを胸に教員として務めてまいりました。吹上さんは教員時代、長時間過密労働で自由な時間がなかったといいます。そして今も多くの若者が低賃金、長時間労働にさらされていると指摘し、労働時間の短縮を訴えています。国の責任で中小企業を支援して賃上げを行う、そして労働時間の短縮、1日7時間、週35時間の労働時間へと短縮をしていく、これを本気で考えています。もし賃金が上がって自由な時間が増えたらどうでしょう。若い人たちは買い物に出たり遊びに行ったりするんじゃないでしょうか。政治の力でみんなが幸せに生きていく社会を作れることを知ってもらいたい、その思いで立候補を決意したという吹上さん。今の自民党政治は国民の方を向いていないと批判します。国民一人一人に寄り添い、平和な日本を築くための政治をしていくと意気込みます。今の政治はおかしいと、裏金なんかも含めて本当におかしいと思ってる。今までは、自民党でいいじゃないか、自民党しかないじゃないかと思ってきたけど、その自民党でいいのかっていう思い、それを持ってらっしゃると思うんです。私たちがどれほど辻々で訴えて声を届けるか、それしかないんですよ。皆さんの一票が皆さんが願う政治に近づいていくんですっていうことを訴えるようにしています。NNN では候補者に幅広い分野についてアンケートを行っていて、ゼロ選挙ホームページで紹介しています。ご自身の考え方と比べることもできます。ぜひ投票の参考にしてください。